ワンツワンツチュクチュク、ワンツワンツチュクチュク、リップスティックチャンネル、まさよし。はい、今日は、栃木に奈良よしともさんの、作品を見に行ってきました。はい、これが、入り口ですね。入り口が、レコードジャケット真ん中にいるのがカート小判ですね。はい、どんどん行ってみたいと思います。じゃあ最初の挨拶だけやりながら、はい、学校、部活、受験、就職活動、バイト、仕事、家事、育児、病気、障害、恋愛、片思い、嫁姑問題、無理するなよ。はい、私が大好きな奈良よしともさんの作品、私絵を見るのが大好きなんですけど、やっぱり可愛くてポップでそれでパンクな、作品は結構本当にいいなと思いながら、本当に私が好きなのはポップポップポップアートが大好きなので、それでいて、まあ、かわいい。それでいて、パンクという。ね。かわいいよね。そう。そして、まあ、音楽と、密接するという。本当に、自分が本当に好きなものは何かっていうのを思い知らされる。思い知らされるというか、長く生きてるとね。何が好きかというのがだんだん分からなくなるので、こういう、作品を見ると、ああ、やっぱりこういうのが好きなんだったなあって思い出し、まあ私も、正義ポップになりたくて、はい、ちなみに今着ているこの T シャツはイキポップの T シャツです。そう、まあ可愛くてこんな風になれたらいいなぁと、もう一度自分をチューニングしていきたいと思う感じになってます。はい、また、カート小判ね。そう、下の焼き物はね結構良くてね。はい、バンビちゃん、いや、パンクといえばバンビのジャケットが、フーキルズバンビだったな。なぜか可愛いとパンクってね結構ね結びつくんだよね。あ、やっぱ可愛いな。はい、ここの、美術館は、栃木の那須にあって、夏の間は、冬の間はお休みなので、春から、秋までやってますので、あとね火曜日と水曜日がお休みなんで、もしよかったら、あとね、青森にも、奈良さんの美術館があるので、ね、行ってみたいななんて思っています。私ね本当にポップアートが大好きで、まあアンディ・ウォールが好きなんですけど、アンディ・ウォールよりもやっぱ奈良よしともさんの作品の方が好きかもしれないなんてね、好きなものはね、なんだからちゃんとチューニングして、ああこれこんなのやつがやりたかったんだなーなんて、思い出すのは結構大事なことだと自分でも思ってます。
私の、お店も少しもうちょっと可愛くできたらいいななんて、考えて、まあもうちょっと片付けないとねいけないななんて思ってます。そう、あ、やっぱビーズマーク結構かっこいいよね。この美術館はね、あの写真は撮るのは自由なんで、動画は一応 NG で、なかなかね、あの本当にいい美術館だと、最近いい美術館はちゃんと写真が撮れるという、あの前回行ったね、鬼太郎、水木しげる展は完全に写真が撮れなかったので、あれもね結構剣とかがやってるんで、やっぱこれなんかも可愛いよね、あの実物はもっと可愛いので、ね、なるべくあのまはい、このボブ・マーリーと、パティ・スミスの写真かっこいいよね。なんなんだろうね。ちょうどね、奈良義友さんは私より3つ上なので、ちょうど世代がちょうどクロスしてるので、すごくいい感じだと思います。これも可愛いよね。結構ね、ほんと作品も大きくてね、この、飾るのもね、なかなか、はい、これ、私は茶道をやってまして、ここのカフェで抹茶を飲みました。こう私茶道やっててね、器が欲しくなったのは本気でねなったの初めて。一応ねこの器は発売されてません。あのここのあのカフェで、器を選べるので、私また行った時に違う茶碗で飲んでみたいと思います。本当にね、本気で欲しいと思った茶碗はマジで、ここにある茶碗で、あのどら焼きもね、生どら焼きでね結構美味しかったです。そう、まあただね、ここはあのここのカフェだけカードが使えないという私普段現金をあまり持ってないのでちょっと苦労した感じ。あ、それでねここで、T シャツを買ったんですけど、思ったほど大きくなくてちっちゃくて、そのために私はねダイエットに入るまあね、このなんだろうな、目標を立ててくれるようなこうアーティストってやっぱりかっこいいですよね。まあダイエットしてあの可愛くポップでパンクになるっていう、ちょっとまあ私ね絵が描けないからね、絵が描ける人は羨ましい。まあまた絵でも挑戦したいとまた思っています。作品もいっぱいあって、結構感動しました。そう、やっぱりね、やっぱちょっと体をもうちょっと絞り込んで、そしてね、私ね、普段ね、写真を撮ってないんですよ。写真、動画しか撮ってないのでね、結構ね、貧乏げな感じになってしまったりして。やっぱ可愛いよな、もう一度ね私もポップになって、あ、ここがカフェの入り口ですね、結構器とかがあって可愛かったです。あ、インスタの方にもね、写真上げてますので、よかったら、見てください。
ください。そうそう、まあちっちゃい子とかね、見に行くといいと思います。あと、水木しげる展も夏休みだけなので、山梨にお住まいの方は水木しげる展ね、栃木に住んでる人は、あ、ここはねずっとまあやってますけど、作品が多分変わったりするので、お近くにいられる方はぜひ見に行って、見に行くと結構なんだろうな、パワーをもらえるというか、うん、やっぱりね、そう、アートってそれを見て、ロックやアートはそれを見て元気がもらえるっていうのはね、いいよねいいよねってまあ私の忘れていた何かを思い出すような感じで、まあ行って本当に行ってよかったと思います。この後ね、そう、スープ焼きそば食べて帰ってきましたちょっと離れててるだけでね、そこも結構良かったんで、はい、じゃあまあこの動画を気に入った方はチャンネル登録、高評価ボタンプチッとして、あと、ライクボタンとコメントも書き込んでね。はい、君が好きなアーティストとかいたら書き込んでください。はい、じゃあ本当に最後まで見てくれてありがとう。 Thank you Thank you Good night、 おやすみなさい。 Good night Good night、 愛してます、愛してます。 I love you I love you、 お愛に、お愛に、さらえよさらえよ、いいリベティ、バイバイ、グッナイ。